どうも、ミスターエムさん。日々の動画更新お疲れ様でございます。え前回ね、えー、ホームレスがマッチョになれるかみたいなチャレンジで見事達成されました。そして今回はね、私が思っても見なかったようなマイナス 25kg のダイエットに成功したということで、その 変わりようがですね、ほんと別人を見てるかのようですね。まあさらにですね、そのための今回お料理レシピっていうのをね、日々更新されていて、本当にすごいなと思います。またですね、私が思うんですけども、この2 5キロの減量に、まあ成功したね、きっかけと言いますか、なんかそのモチベーションはあったのかなと思うんですよ。まあというのが、ただ痩せたいとか、ただ体を引き締めたいっていうだけで、なかなかね、 あの強い意志っての生まれないと思うんで何が何でもこうしたいみたいなことがあったのかなと思うんですけども今回かなり体型変えられましたよねまあその動機ってのは何かあったのかなってことをねちょっと聞いてみたいな気もするんですけどもいかがでしょうかまたよろしかったらね Q&A みたいな対談のコーナーとかもズームなどでやらせていただければ幸いでございます何かねこの1年2年の間にミスター m さんの中に 大きな暮らしの変化や気持ちの変化があったとしたらそこにも興味があります視聴者さんも多分興味を持たれるんじゃないかなと思いますのでぜひよろしくお願いしますそれではお疲れ様です